はい、皆さん、こんにちは。コーダです。今回もスーパーマリオメーカー2実況プレイしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。黒猫さんのコース、スピードラン、マグマリセット40秒、クリア率 0.57%。 さあ、少し難しめのスピーランですかね。ちょっと待って、OK、このままドカン入っていく。で、コインを4枚取んないといけないんだね。まず、ここ上、おーノー。さあ、ここを越えていきたい。よいしょ、OK、いけた。で、ヒップドロップ、おれー、ジャンプくるん、ヒップドロップパウ持って、で戻ればいいんだけど、遅いのかこれだと。さあ、なかなかタイミングがシビア。ほっ、いけた、戻れた。さあ、土管戻って、次どっち行くの。こっちじゃない。多分そのまま下でいいんだろうな。で、ここパウして、こっち行くのね。1、2、3段ジャンプをするのか。パウして、1、2、3段ジャンプ、いけた。で、土管入る。よし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 、土管入れた。で、こっからどうすんの、くるっと、うん。なるほどな。さあ、ここからくるっと、よいしょ、壁キックで、くるっと、あ、待って、かぶっちゃった。かぶっちゃダメなんじゃないの。そうだよね。で、ここで離す、くるっと、よし、212、ここで投げて、くるっと、123段ジャンプ、いけた。よいしょ、ほっ。で、ここのとこ入ってく。オッケー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 、先進んだよ。今度はどうすんだ。 Z、こっちだ。うわー、こっちかー、左かー。 Z、 よいしょ、くるっとくるっと、 OK、 このボム兵を持っていく。さあ、このボム兵をどうすればいいんだ。これ離す、これ離す、よいしょ、 OK、 いいね。で、このとこ入っていく。よし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 、残り9秒。さあ、ここ集中、123段ジャンプ。うわー、マジで今いけてたよ。さあ、ここから集中、123段ジャンプ、くるっと、 OK、 よいしょ、 OK、 このピースイッチを持っていく。で、この P スイッチは、よいしょ、これ投げる、 Z、 このまま、このまま、このまま、どこまで、うわー、下から溶岩が。で、ここでくるっと、よし。で、これ投げる、スピン、よし、このままくるっと、よし、ほい、よし、いったー、ナイスー。あー、結構大変だった。ありがとうございます。タモーショーさんのコース、パウを投げず必ず置いて、 Don't throw the pow。 パウを持ったら投げずに下に置いて、フグマンネンを30体すべて倒そう。パウを失ってしまうと積んでしまうので注意。最後、スクロールが止まるところで倒すのもありということなんですけども、やってみましょう。さあ、フグマンネンを30体以上倒さないといけないんだ。まずは土管に入りまして、で、このパウを下に投げ落とす。こういうこと？おー、そういうこと、そういうこと？おー、勝手に、あ、待って待って待って、これパウをもう一回持って、で、下に落とす。そういうこと。あー、これで倒れてくれるんだ、フグ万年が。危ない危ない危ない、危ないよ、危ないよ、いいよいいよ、いい感じや、いい感じ。で、これ、パウに近づいてきて、わー。食べられた。いや、面白いこれ。発想がいいな。待って待って、よし、これで、6体、6体。で、もう一回これ落とす。オッケー。よし。で、次左から来てるから、もう一回ここで、よし、落としていく。9、あー、ちょっと待って、しっかりパウに当たってくれますか。しっかりパウに当たってくれますか。危ない。なかなか当たってくれないし、ちょっと上で詰まってきたな。いっぱい当たって、よしよしよし、よいよ。あ、ほら、当たって、危ない。あー、下行きすぎると食べられちゃう。はい、7、8、待って、9、あ、ちょっと、パウが落ちてった、パウが落ちてっちゃったー。あー、なくなっちゃったー。食われる運命。はい、いいね、10匹まで来た。さあ、残り20匹。まだ20匹もあんの？待って、ほっ、いいね。よし、オッケー。今15、残り半分。さあ、ここまで来てもらって。危ない！ちょっと、よいしょ。なんかちっちゃくなった。ちっちゃいのはまずいんじゃない？ちっちゃいのはなかなか倒しづらいよ。嘘。ちょっと、もうちょいパウに近づいて、頼む、もうちょっとパウに近づいてほしい。よし、ちょっと、待って、まずい、頑張れ。
頑張れ頑張れ頑張れ。いや、ちょっとあんまり倒せない。でもここで一気に。よしよし。え ?26、26。あと4体。ほっ。いけ。あと2体。ちょっと、おいで。ほっ。ここ。あ、ほれ。よし。いいよ。おいで。ここ。こっち。ナイス。倒したー。オッケー。この土管入って、そして、ナイスゴールやったー。いやー、慣れるまで結構大変だったな、このコース。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくま。ヤゴッピーさんのコース、強固なランダムパスコード。1から4の数字で4桁のパスコードなので、組み合わせは256通り。あなたのパスコードは何でしたか？面白そうなコースやっていきましょう。さーて、まずはスターと、オッケーと入っていきましょう。で、ヒット。なんだ？ちょ、で、しっかりルールを見よう。剣が1、スーパーボールマリオが2、で、フラワーが3、バネが4。なんだって。で、フラワーが4、1。ん？どういうことなんだ？ 4-1 になって、 4-3 は1。ドンとジャンプ。オッケー、ドンと、とりあえずジャンプはしちゃいけないと。で、in the next room。 オッケー。次の部屋でジャンプしちゃいけないよーってことね。ほほほ、何が始まったの？ちょっと待って、何が始まったの？え？これ今、ランダムに多分、数字が決められているような気がする。そういうことか。で？え？何？フラワー。で、また上がっていく。どういうこと？あ、待って。剣、フラワー。あ、剣、フラワー、バネ、フラワー。剣、フラワー、バネ、フラワーだ。はい。ってことで、あ、剣、フラワー、バネ、フラワーだ。ん？剣が1、で、フラワーが3だったよね。なにこいつは上がっていけばいいので、ピンコインを集めていけばいい、そういうこと。ピンコインに3、あと2枚、あと2枚こっちにある。4オッケー、4枚取れたよ。あ、こん中にもあるか。これで鍵入る。オッケー。で、鍵ドア入って、で、土管入っていくと。はい。あ、さっきの、パスコード。だから、剣1。多分、1、2、3。で、ここがね、バネだったから、4な気がする。4。で、3。あ、違う、1、2、3。これで合ってる気がするんだけどな。どうだろう。間違ってる？合ってんのかな。すごっ。これで鍵が取れたらいいってこと？ん？いけた？おー、いけたー！すごっ！いけたよ。で、これで、鍵ドア入って、はい。おー、アンロック！鍵が解除されたと。すげえ！待って、これすごすぎない？ちょっと待って。もう一回やってみていい？これさ、多分次やったら違うパスワードになるってことでしょ？気になる！もう一回やりたい！さあ、次はどんな番号になるか。フラワー？全部フラワー？あれ、そんなことある？あ、全部フラワーじゃない？え？そんなこともあんの？あ、全部フラワーだ。ってことは全部3だ。さあ、全部3なんだけど、ちなみに、間違えたらどうなるんだろう。こんな感じでちょっと、
適当にやってみて、1234みたいにやってみて、これでやっちゃったら、これだと鍵がゲットできないようになっちゃってんのか。おお、鍵ゲットできない。でこれ間違えたらこの土管に入れるのかな。この土管に入って、あー、ここでもう一回ルールチェックと。 Forget passcode、 忘れちゃったのって。あなたのパスコード忘れちゃった。 OK OK、 何が OK なんだ。あー、これもう一回いけるってこと。もう一回できそう。さっき右から入ったもんね。今度は左からになってる。で、ここドア入って。さあ、あなたのパスコード忘れてないって。で、今度は、ちゃんと間違えないように。はい、全部3でやってみましょう。1、2、3と。OK。さあ、これどうなる？マジ？いや、すごっ。どういう仕組みなのこれ。すごすぎない？さあ、今度の数字は、お、最初バネだ。お、バネフラワーバネバネだ。バネが4だから、1234。フラワー。これで合ってるかな ?4344 で合ってる？おー、ははははいや、これ考えたの天才だろう。すごすぎるだろう。マジで。ナイス。いや、これ何回もやりたくなるな。毎回変わるんだもんな。はい。ということで、ありがとうございます。春2023さんのコース、500秒スピードラン、ズルしてゴールできたら天才ってことなんですけども、ベストタイムが12秒なんだよな。ちょっと探してみるか、ズル。さあ、まず普通に行ってみようか。で、こうして、こうして、くると。いや、普通にむずいな。おっと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 。あー、ここ引っかかっちゃダメなの？難易度的にはかなり難しそうな感じだね。で、くるっと、1、2、3、OK。で、ここ、P スイッチを踏んで、でどこまで行く？どこまで行く？おっとっとっと。やばい。ちょっと、結構本当に時間がギリ、時間がギリ。危ない。OK。で、左、おっと、左、ああ、花ちゃんがめっちゃ出る。で、おっとっとっと、ここで、で、パウをする。はい。で、1、2、3段ジャンプで、ドア入るんだ。なるほど。ただ、もうこの時点で、約40秒ぐらいかかってるわけですよ。すでにもう、どっかで、ズルができるんだ。あ、わかった！ここに土管あるでしょ！やっぱり！はい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 。で、これで、もう一回表目にもらう。ゴールだ！意外とわかりやすいところにあったな。やったー。ゆいとZさんのコース、スノーボールキッカーやっていきましょう！さあ、雪玉をうまく蹴って、そして当てていくみたいな。あー、ちょうど当たらなかった。ここら辺、どうですか？当たります？うわ、当たんない。なるほど、意外とタイミング重要。ここら辺。オッケー、当たった。これで鍵ゲットして、次行くと。さあ、タイミングが重要。まだですね、まだですね。ここら辺でどうでしょう？オッケー、一発。いいね、楽しいね。タイミングゲー。さあ、続いては、あー、なるほど。ここら辺でふわっと浮かせてからのオンオフ。オッケー、土管入っていく。いいねー。こういう難易度のコースいいな。あ、待って待って、今大丈夫だった。あ、ダメだね、ダメだね。これ上がってるタイミングじゃダメなんだ。だから、下がったタイミングで、どうですか？オッケーオッケーオッケー。さあ、土管入って。続いては、氷に潰されないタイミング、この辺。どう？オッケー、いいね、いいね。いいよ、サクッといきましょう。オッケー、セーブ。ここ上行けないね。はい。で、あとドア入って。続いては、あー、そっかそっかそっか。ブラックパックンが上がってるタイミングで、蹴んないといけないんだ。ってことは、これ、どうすか？オッケー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 、倒した、ナイスター。はい。さあ、続いては、おー、上がったタイミング、これ、どう？おー、うまくいった、一発。さあ、次は、
かなかややこしいっぽいけど、いやそんなことない、ああ違うな、ここでしょう、どうでしょう、あ違うダメだ、ここら辺、うんー違う、ここら辺とか、あいけたいけたいけた、よし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 、今が今のが一番難しかったな。さあ続いて、おおバネだ、結構早めに動いてるけど、ここら辺じゃない、とよーし一発ナイス、サドカン入ってボス、ボス戦があるのマジ、さあおおオッケーオッケーオッケー、ブンブンさんと戦っていく、あ違う右、こっちオッケー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 、なるほどね、右に行ったり左に行ったり、ちょっとフェイントかけてくる、ちょっとだだだだだだ、左左右右、やっちゃって、ブンブンさんブンブンさん、もうちょっと落ち着いてもらえます、ここら辺、よしよしよし、あと一回あと一回、この辺どうすか、ナイス、鍵では入って、さあこれでゴールかな、ありがとうございます、いやーたまにこういう難易度のやるといいですね。楽しかったです。はい。ということで、今回はここまでにしたいと思います。少しも楽しいと思っていただけた方、ぜひチャンネル登録ボタン、高評価ボタン、ポチッとよろしくお願いいたします。コードでした。また次回動画でお会いしましょう。ではまたね。グッバイチャーン。